10月4日午前の取引が終了しました。日経平均株価は上昇しています。今日の全引けは180円35銭高の38,732円41銭となりました。トピックス東証株価指数も 15.21 ポイント高、 JPX 日経平均 132.37 ポイント高とそれぞれ続伸しています。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 77%、 1269銘柄、これに対して値下がりが 20% の330銘柄、変わらずが約 3%、 46銘柄という構成です。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型揃って上げています。このところは大型株主導で大きく上げたり下げたりという相場が続いておりましたが、今日のところは全体的に上昇、3指数の中では相対的に小型株の上昇率が大きめとなっています。今日は小型株が強く、全体で見ても 77% かなり多い銘柄が値上がりしているという全引けの構成です。大型株中型株もしっかりです。商いは最近としては通常のボリュームと言っていいでしょう。全引け段階東証プライム売買高が9億1200万株余り、売買代金1兆9375億円、節目の2兆円には届きませんでした。このペースで1日推移すれば1日として4兆円弱、3兆円台後半ということで、最近としては通常の商いとボリュームということになろうかと思います。今日は朝方買い注文先行して日経平均株価続伸しました。ただ一時マイナスとなる場面も見られておりますが、最近としては値幅としては小さめ、1日通してこのところ大きく1000円を超えるような乱高下の日が続いておりましたが、今日のところは比較的落ち着いた動きということが言えます。アメリカの金利上昇などを受けまして、外国為替市場で円相場が1ドル146円台と円安方向で推移したことが輸出関連株などには追い風となり、全体的に買い注文が優勢。石破総理の発言などを受けまして、日銀の早期の利上げ観測が後退しているといったことも買い安心感につながっています。もっとも一方で中東情勢緊迫への警戒感などが引き続き意識されまして、どんどん上値を買い進む動きも限定的、日経平均株価小幅ではありますがマイナスとなる場面も見られているというのが今日の全場の展開動きであります。そういった中で個別に材料が出て買われている銘柄としましては、薬の秋ホールディングス、ドラッグストアチェーンを展開します薬の秋3549、こちらが続伸しまして1月9日につけておりました年初来高値を更新しました。昨日決算発表を行っています。今5月期の第一四半期の決算発表を行っておりまして、これが好調だったということが好感されたことに加えまして、自社株買い金額で200億円を上限とする自社株買いも合わせて発表しておりまして、好感された今日の前場の動きであります。逆に下げた銘柄、大手海運3社揃って大幅安となりました。代表格日本郵船9101なども大きく売り込まれる展開となっています。アメリカにおきまして港湾労働者の労働組合がストを行っていたということがありましたが、これが来年の1月15日までストライキを中断するということで運営者側と合意したということが発表されました。ストの長期化によりますコンテナ船などの運賃市況の上昇を見込んで買い付いていた投資家などがこれを受けて一気に手締まったという動きが見られています。以上、今日前場の模様を東証アローズからお伝えしました。